海自走、竜型潜水艦も12番艦まで揃い、日本の防衛力強化を推し進めています。今回韓国でも大型潜水艦の進水式に注目して詳しく見ていきますね。でも、動く潜水艦って作れるのかな？韓国の技術力では今のところどうなんでしょうね。韓国の大型潜水艦しまやま安政洋級潜水艦の2番艦安武の進水式が2020年11月10日行われました。この安武は通常動力型潜水艦としては異例なことに水中排水量が3705トンという大型で、1番艦と同じように6機の VLS も装備しているそうです。海上自衛隊が配備している操流型潜水艦などの攻撃型の艦と比較すると、対艦戦闘用の戦術兵器である魚雷発射艦に加えて、対地攻撃用の戦略兵器の要素まで兼ね備えた兵器と言えましょう。このしまやま安政洋級潜水艦以前の艦は、ドイツから輸入したものでした。209型や214型などの潜水艦を購入し、韓国内でライセンス生産していたものだったので、しまやま安政洋級はオリジナルの国産潜水艦と称されることも多いのですが、設計も含めて 100% 韓国国産とは言えません。ちなみに、しまやま安政洋、ゾサンアンチャンホというのは、人の名前です。1878年、明治11年に、現在の北朝鮮中西部に生まれました。ヨーロッパ列国の東洋侵略や、日本の侵略に対抗するため、雄弁家であった。彼は、仲間を集め、独立運動に、身を投じました。爆破事件に連座して韓国内に拘留され、1938年、昭和13年に亡くなりましたが、現在でも政治や社会、文化などにも影響のある人物と言われています。そんな故国の英雄の名前をいただいた潜水艦ですから、名前負けしないように巨大化したのは当然かもしれません。100% 国内産を標榜しているしまやま安政洋級潜水艦ですが、実は国産化率は約 76% と言われています。ただし、前述のドイツの209型、214型潜水艦で培った経験とノウハウをもとに、ソナー等の電子機器類をはじめとしてできる限りで国内生産に努めてはいるということです。安武のデータを紹介します。水中排水量3705トン、全長 83.5M、全幅 9.6M です。機関部にはドイツの潜水艦に準じて鉛製の蓄電池とモーター、そして燃料電池方式の非待機依存推進方式が採用されています。兵装では環境後部の背面に VLS を6機備えています。艦首部分には片側3門ずつ合計6門の 533mm 魚雷発射管を設置しています。韓国海軍ではバッチ1型と呼んでいる1段階目の形式の艦艇ということになります。今後建造が予定されている2段階目のバッチ2型潜水艦では幅は同じですが、水中排水量は4100トン、
全長 93.5M と大きくなり、機関部は同じ非待機依存推進方式ですが、リチウムイオン蓄電池と、モーター、燃料電池方式を取り入れる予定とされています。そして、最終型であるバッチ3のデータは、現在のところ不明です。バッチ2と、同じレベルと推測されますが、推進方式には、非待機依存推進方式ではなく、現文政権が目標としている原子力推進方式を目指すのではないかと考えられています。原子力推進方式の潜水艦は、通常動力型と比べると建造コストも増大することがはっきりしています。韓国が原潜を建造するのはコスト面でもテクノロジー面でもそして政治的な立場から考えても実現可能なのかは大いに疑問でしょう。しかしこれはまた別問題でしょうね。日本の海自の、そう、竜型やタイゲイ型などの攻撃型潜水艦に親しんで、見慣れている目からすれば、安武の重武装潜水艦は、実際に使用する場合は、果たして現実的なものかと疑問視してしまいますね。しかし、韓国だけでなく他の国、オーストラリアやインドでも、このような通常動力型潜水艦を調達しようという動きがあるようです。ということは、予算的に厳しい国は、このクラスの艦を重武装させて、戦術や戦略両面で、優位に立とうと考えているのでしょうか。そういった国でも、重武装させた潜水艦は、実際に収益させていません。ということは、島山康正弘級は、そういった潜水艦が本当に実用的なのかを、試す最初の鑑定になることは間違いないと思われます。オーストラリアやインドなどは、周囲を広い領海に囲まれた国です。その海洋へ、近年中国が進出し始めているため、その脅威を心配せざるを、得ない国々なのですが、狭い海を持つ韓国とは大きな差があります。韓国の最大の仮想敵国は同民族で地続きの北朝鮮のはずです。万一、朝鮮戦争の悪夢が再現されるとしたら、海より陸の戦いが重要視されるのではないでしょうか。つまり陸上兵器が必要なのではないかと思われます。しかし、韓国は戦略型の艦対地ミサイルを載せられる潜水艦を望んでいます。なぜでしょうか？答えははっきりとしていますね。日本です。韓国が建造を進める予定と明らかにしている航空母艦にも当てはまることですが、日本の領土である竹島をはじめとする日本との関係については、ことあるごとに言いがかりをつけているように感じてしまいます。2月22日を竹島の日、制定した島根県に対する抗議などを見ると、韓国が一方的に敵対心を燃やし、日本を威嚇しようとしている。サンプルにしか見えないのです。韓国側から見れば、日本の戦術兵器、双竜型などの攻撃型潜水艦や、出雲、片護衛艦には、原潜やそれに搭載する、艦対地巡航ミサイルなどの戦略兵器を持つことで優位に立ちたいという意志がありありと感じられます。
今のところ、韓国と日本はアメリカの同盟国同士です。アメリカが間にいるので、韓国が日本の軍事的脅威であると判断するのは、早計かもしれません。しかし、韓国の在韓アメリカ軍が撤退したことが一例ですが、コスト面や政治的観点から、アメリカが朝鮮半島に積極的に関与する必要性がないと考え、対アジア戦略を改めることがあるかもしれません。そうなったら、韓国は中国側にすり寄っていく可能性が高いと考えておいた方が無難かもしれません。嫌な仮定ですが、韓国が日本の大都市を射程範囲としてミサイルを積んだ安武潜水艦を配備し終わったタイミングで中国に接近したとしたら、韓国はロシア、中国と並ぶ日本への脅威になってしまう恐れがあるのです。つまり軍事国に周囲を囲まれてしまうことになってしまいます。専守防衛を第一とする日本では、兵器の所有は原則禁止で基本です。防衛目的とはいえ、長射程巡航ミサイルを所有することについても、敵地攻撃用兵器のカテゴリー内に入るので、専守防衛や憲法に反するのではないかと指摘されることもあるそうです。